今日は中日ドラゴンズ根尾昂選手投手転向について話したいと思います。17日からリーグ戦が再開します。17日から巨人3連戦です。勝ち越して終わりたいですね。この動画を最後まで見ると根尾昂選手投手転向についてよくわかります。また私のチャンネルは中日ドラゴンズの情報、中日ドラゴンズのドラフトについて語るチャンネルです。よろしければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。6月14日の中日スポーツの一面に根尾昂選手投手登録の記事がありました。もうファンからするとね、とても衝撃的な内容でした。今季立浪監督は根尾昂選手を外野手1本で起用すると発表がありました。でも外野手として根尾昂選手は試合に出場できないと。4月には再びショートとして再コンバートします。でもショートには三ツ俣選手、溝脇選手が中心になって起用されていて、根尾昂選手はショートとしてもなかなか試合に出場することはできませんでした。すると立浪監督は根尾昂選手を投手として起用することを発表しました。そして交流戦が終わってから根尾昂選手は投手に転向します。この投手転向について思うのは、まずは根尾昂選手が投手転向に納得しているかどうかだと思うんですよね。守るポジションが外野からショート、投手と非常に短い期間で変化しています。これに対して根尾昂選手はちゃんと納得して転向しているのか、このことがとてもファンとして気になります。立浪監督とちゃんと話し合いはできているのか。私はまずは根尾昂選手が挑戦をしたいと思うポジションを尊重した方がいいと思うんですよね。中日スポーツ以外の記事である程度探すと根尾昂選手のコメントはほとんど載っていませんでした。中日スポーツの記事には納得をしてやってみたい、これだけしか書いてありませんでした。ここまでポジションをたらい回しにされて本当にちゃんと納得できているのかとても気になります。できれば根尾昂選手の声明をちゃんと聞きたいですね。ポジションをたらい回しにされて根尾昂選手のメンタルがとても気になります。ファンとしてとても心配になります。またこの件についてとても驚いたことは、落合ヘッドコーチが全く関与がないみたいなんですよね。これにはちょっとね、理解しがたいところがありますね。立浪監督と根尾選手だけで話し合いをしたそうです。この話し合いに落合ヘッド兼投手コーチが関わっていないのはとてもおかしいと思うんですよね。これから投手に挑戦をするのに投手コーチを兼ねている落合ヘッドコーチ兼投手コーチを抜きにして根尾昂選手を投手に転向させるのは、チームとして情報の風通しが悪いんじゃないかなって思います。次思ったことは、発表したタイミングがとても悪かったと思いますね。中日ドラゴンズは6月7日のロッテ戦から12日の日ハム戦まで6連敗をしました。そしてセリーグ最下位になりました。今チーム状況は最悪です。ファンはまた今年も B クラスでシーズンを終えるのかと、今とても心がね、不安になっています。不安になっているところに、この根尾昂選手投手転向の記事が発表になりました。そしてどうしても根尾昂選手をたらい回しにしている印象が拭えません。これがもしもある程度チームが勝っていてチーム状況が悪くなければ、ファンは根尾昂選手投手転向についてはそこまでは動揺はなかったと思うんですよね。私は根尾昂選手の投手転向についてはせめて今シーズン終わってから投手に転向してもいいんじゃないのかなって思ってしまいますね。いくらなんでもシーズン中に投手転向は本人はね、とてもやりにくいと思うんですよね。春のキャンプから野手としてずっと練習をしてきて、このタイミングで投手転向は根尾昂選手もやりづらいと思います。ではどうやって根尾昂選手を投手として育成をしていくのか。中日スポーツの記事を読むと、投げない日は野手として待機をするみたいです。この記事を見た時に私は、このままだと投手野手ともに中途半端にならないかとても今不安になっています。投手登録をするなら、まずは投手1本で育成をしてほしいと思います。野手としては起用しないでほしいです。そして投手としてゼロからのスタートなので、まずは根尾選手を2軍に落として2軍で徹底的に投手として覚醒するように練習に臨んでほしいと思います。今シーズンはもう1軍戦に登板しなくてもいいから、その代わりに来年から先発ローテーションもしくは中継ぎで登板できるように調整をしてほしいです。また根尾昂選手は投手として才能はあると思います。中学生の時にマックス146キロのストレートを投げたそうです。ではなぜ立浪監督は根尾昂選手を投手転向にしたのか。一つは2試合の登板だけですが150キロのボールを投げたことだと思いますね。この投球を見て投手として戦力になる可能性があるからだと思いますね。ストライクも取れているようです。
もう一つの理由は野手としてバッティングの成長が伸び悩んでいるからです。今季4年目の根尾昭選手は守備に関しては一流になりつつあると思っています。でもバッティングに関してはそこまで成長しているとは思えません。どうしても打球が前にあまり飛ばない、バッティングのレベルがもっと上がらないと控えで野球人生が終わるかもしれません。だからもしかしたら投手の方が可能性があるから投手に転向したと思うんですよね。でもね、ポジション転向はできればこれを最後にしてほしいですね。次、もしも根尾昭選手は肩が強いから捕手に転向、ショートに選手がいないからショートに再転向、これはもうできればね聞きたくはないですね。また根尾昭選手が投手に転向すると今年の秋に開催するドラフト会議で指名する選手の傾向も変わってくると思うんですよね。若手でショートを守れる選手は土田龍久選手、星野真央選手しかもういません。だから今年の秋のドラフト会議では少なくても最低1人もしくは2人のショートを守れる選手を獲得すると思うんですよね。1人は即戦力のショートの選手で、もう1人は高校生の素材型のショートの選手を取ると思います。